ドットエクスプロウ。花札作りの息抜きに、モンスターハンターのアイコン作ります。急に作りたくなりました。サクッといきます。ミュージック、スタート。額縁から作ります。すいません、今日の動画は、新作で終わります。たまには、あっという間ドット絵動画も上げてみようと思います。大きいドット絵の合間の息抜きにもなるんですよね。今回のあっという間ドット絵は、モンスターハンターより、ジンオーガです。漆喰と、雪ブロックをメインで使っていきます。ブロック部分はコバルトレンガにグレーペンキで。アイコンだと、この子の頭、スト2のガイルみたい。ジンオーガのアイコン。完成です。はい、今回は、あっという間ドット絵でジンオーガ作ってみました。勢いでもう一匹作っちゃったんで、編集終わり次第投稿します。それでは、ご視聴ありがとうございました。